おはようございます。オフ会の日程ですが、5月5日に決定いたしました。2024年の5月5日ですね。去年も5月5日だったような気がしますけれども、気のせいでしょうか。えー、鎌倉の、えー、鎌市さんのお家でですね、爆音ジャズを聴きながらですね、まあ3時頃、午後3時ぐらいになったらみんなでビールを飲みながら、おつまみを食べながら、ウイスキーを飲みながら、ダラ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 とですね、あの、ジャズ談義をして、その様子をライブ配信をしたいと思っております。まあちょっと、 コーナーナも開放しますので、まあ、あの参加していただく方は参加していただければと思っておりますけれどもこれが最後になりそうですね、釜石さん引っ越してしまいますのでそれであのせっかくの、まあ、せっかくだというとあれですけど釜石さんのですねあのすごくいい音の爆音オーディオシステム爆音じゃないんですけど、まあまあ、ボリューム上げれば爆音になりますけれども釜石さんの素晴らしいオーディオシステムがですね これ、引っ越し先には持っていけないようなのですね、だから処分をしてしまうらしいので、もし引き取りたいぜとかね、まあ、ちょっとどんなものなのか見てみたいぜと思われる方、これが多分最後のチャンスだと思いますのでですね。あの もし参加ご希望の方は、まずはこのコメント欄にですね、参加表明のご意思をコメントしていただければと思います。その後の段取りはまた連絡したりとか、いろいろちょっとコメント返しとかでしていきたいと思っておりますけれどもね、5月5日です。早いもので、もう何回目だろう、もう10回やってないと思いますけど、5、6回はもう、か井さん家でやってますよね、オーディオを聞きながらですね、あの、だらだらと。 結構話し始めると、な、長くダラーってなっちゃうんですよ。気がつくと、え、もうこんな時間みたいな感じで、もう尽きることのないジャズ談義。まあ聞いてる人からしてみれば、こういつはダラダラな、同じ話、ダラダラ何話してんだよっていうような感じかもしれませんけど、話してる当人たちからしてみれば結構時間が経つのが早かったりとかもしますんですけれどもね。まあ、あの、釜石さんちのオーディオに興味のある方も含めてですね、えー、これが最後になりそうでございますので、 まあ、興味ある方は参加表明をさせてください。それで人数制限、まあ、全部で5人入ればっていう感じ、5人か6人が限界かな、私と釜まさんを含めて6人な、5、6人なので、3人か4人になってしまいますので、もし、応募者の人数がですね、規定の人数を超えてしまったら、抽選になってしまう。抽選というよりは、まあ、 釜石さんに選んでもらおうかなと思ってます今回は <laughs> できればねあのオーディオシステム引き取ってくださる方優先に招待したいと思われていると思いますし私自身もですねまあ、せっかくあの釜石さんの素晴らしいオーディオ大事にあの引き取ってもいいよと思われる方がね参加してくだされば嬉しいと思っておりますのでねご興味ある方は2024年の5月5日の午後12時か1時ぐらいからスタートしたいと考えておりますねその日空いて という方はですねぜひ名乗りを上げていただければと思いますということでさよならバイバイよ